島原港駅は、長崎県島原市毛川尻町にある、島原鉄道島原鉄道線の駅、同線の終着駅である。相対式ホームに面2線を有するが、1997年に交換設備が廃され、実態は一面1線の単式ホームを有する、地上駅である。かつて存在した駅舎は、南東側のホームの諫早方に置かれ、出殺窓口を有しており、 2008年3月31日までは駅員が配置されていた。ホーム、線路は旧駅舎側のみ使用されていて、反対側のホームへ渡る、構内踏切には立ち入りができないが、ホーム上には待合所が置かれたままとなっている。自動券売機の設置はない。2008年5月現在、列車停止標識が駅構内の終端部に設置されている。旧カ佐方面は、 カーブしており見えにくいが、車止めが設置されている。列車の夜間停泊はなく、当駅終着の最終列車はそのまま伊佐早駅として折り返す。発着列車は毎時1から2本程度。早朝、夜間は車庫、乗務員休泊所のある、島原船津駅始発、終点となるため、始発列車と最終列車が来る時間帯が、 島原鉄道の他の駅に比べて差異がある。2018年度の年間乗車人員は24,905人、降車人員は3794人であった。近年の年間乗車人員、降車人員の推移は以下の通り。2010年11月2日に、同駅駅舎が全焼する火災が発生した。この時に、隣接のパチンコ店も一部焼けた。 その後の警察当局の調べで待機中の乗務員が完全に火が消えていないタバコをくず物入れに捨てたことが判明。翌年1月に当該乗務員は失火の疑いで島原区検察庁に書類送検された。当該乗務員に対する刑事罰、懲戒処分の内容は明らかにされていない。ありがとうございます。